こんにちは、社会保険労務士の笠井です。早速ですが、皆さんご自身が、もしくはパートナーやご家族の方が出産するときに、近くで出産できる病院がないと言われたらどうしますか？実はそんな地域が日本各地で少しずつ増えています。その背景にもある過酷な労働環境や人手不足といった課題は、他の診療科よりも深刻で、年々お産自体は減っているものの、医療者1人当たりの負担は逆に増加しているのが実情です。私は医療者自身のウェルビーイングが保たれた上で、世界トップレベルとも言われるこの日本の産科医療を持続させたい。そのためにまずは今必死に産科をつないでくれている産科医助産師の働く環境を救いたいと考えています。次にこの数字です。これは新人助産師の入職後1年以内の離職率を示しています。採用し1年以内に半分弱が退職していることが分かります。こんな職場、イメージつきますか？私は独立前の2年間、都内の産婦人科で人事として働き、この離職率の高さと、それらが現場に与える影響を自分自身の目で見てきました。ここに対する解決策として、新人助産師の立ち上がりと、病院の戦力となる家庭をサポートする助産師向けオンボーディングサービスを考えています。現在は臨床の場で働いている助産師さん、約10名と一緒に作成しています。私はこれまで60名以上の助産師さんと対話を重ねてきました。彼女たちが持つ高い専門性と患者さんに対する使命感、責任感というものは本当に素晴らしく、だからこそ善意に頼るのではなく、志が活かせる場にしていかなければいけないと強く感じます。今後、妊娠を望む一女性として、そして働き方改革を担う専門家、社労士として、私がこの課題に取り組みます。最後に、聞いてくださっている皆さん、お願いがあります。助産師以外のニーズをもっと丁寧に確認していきたいと考えています。産科医、産科の院長先生、理事長先生、一度お話の機会をください。また産科関係者とお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひおつなぎいただけると嬉しく思います。ありがとうございます。